はい、こちらには福島選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうかな、まあ、バタバタしてましたね、はい、それ仕事の面で。いや、あの子供とか、はいはい、あの受験勉強だったり。そうなんですね、はい、一緒に勉強されたりとかしてたんですか？いや、あの親の面接とか練習してました。そうなんですね、はい、なんかでもそういうの得意そうな。いや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 、もう緊張しまくりでもう大変でした。そうなんです、はい、まあそうですね、健康で1年通して、はい、家族が笑顔ならいいです。そうですね、大好きです、はい、まあ、初優勝っていうのもありますし、毎回なぜか成績が良かったり、エンジン出てなくてもなぜか良かったり、なんでしょうね、なんかいいんですね。 うまくいくところっていう感じだと思います。今節どうですか？ちなみに今節うまくいってないんですね、これが。そうなんですね、残念ながらちょっとプロペラ迷って、うん、なんかちょっと前と傾向が変わってるかなっていう感じで、ちょっと1日潰しちゃってましたね、調整で。今年もいい1年にしたいと思いますので、蒲郡もあと 2日間しかないですけど、精一杯頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。